ありがうごこんにちは。ゆひこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス社会には必要不可欠か、友人レジ、セルフレジを体験したメリットやデメリットということで、今回はキャンペーンなどではないんですけども、お題の通り、ここ最近増えてきているセルフレジについてお伝えしていこうと思います。まあそもそも、セルフレジって何ぞやということなんですけども、まあ簡単に言うと、普段は商品を買うときに店員さんがやってくれているレジに通して、 決済まで行うことを自分自身で行うレジのことですね。まあ今この動画を見てくれてる視聴者さんはセルフレジって使ったことありますでしょうかまあ場所によってはまだセルフレジが普及してないところもあると思いますが、僕自身はセルフレジがあっても意外と使ったり使わなかったりと結構まちまちなんですよね。まあそこでメリットやデメリットをお伝えする前に僕が体験した中で、まあセルフレジを置いてあるお店を簡単にピックアップしてみました。まあ例えばスーパーとか、 ま、スーパーに関連してトライアルっていうところですね。こちらでディスカウントストアなんですけども、あとはツタヤとか飲食店とか、まあ、一応こんな感じですね。そしてちょっとしたこのレジの特徴もお伝えすると、まあ、そのとあるスーパーの場合は現金とクレジットカード、あとトライアルに関しては現金のみ、そしてツタヤは現金、クレジットカード、ID などクイックペイとかですね。 あとは飲食店は現金のみという感じで、まあこれはスーパーとか飲食店によってはバラバラですし、僕自身が体験したことを例にしています。そしてここから実際にセルフレジを使って思ったメリット、デメリットをお伝えしたいと思います。まず最初にデメリットからなんですけども、大きく二つありまして、まあ一つ目は時間がかかるということですね。まあ、というのも、これは慣れの問題だと思うんですけども、意外とセルフレジって時間がかかるんですよね。スーパーを例にすると僕の場合買う時に一週間分をまとめて買ったりする 時もあるので意外と量が多くなりますなのであのレジに通す時間が本当に大変なんですよね しかも、レジを通す際に、まあ、商品の重さを感知するセンサーがあるんですけども、それがうまく反応してなか、してくれなかったりすることもあるので、まあ、その時は店員さん呼んだりして、結局二度手間になって、時間がかかることもあります。まあ、ただ僕がポンコツなだけってこともあるんですけども、やはりなかなかセルフレジには挑戦するんですが、なかなか慣れないですね。しかも、不思議とセルフレジの方がお客さんがめっちゃ並んでます。まあ、みんな店員さんにかなり優しいですよね。 次二つ目はスマホ決済が使えないということですね。まあ、こちらももちろん場所にもよります。まあ、現在僕が体験したセルフレジは今のところスマホ決済が対応しているレジがほとんど少ないですね。まあ、もちろん中にはあると思うんですけどもガソリンスタンドのセルフサービスとか、ツタヤでも ID 決済とかクイックペイが使えたりします。けど〇〇ペイのような、まあ、QR コード決済がほとんど使えないんですよね。これはちょっと不便に感じます。 まあ、それこそ9月から使える、声優そしてサニーでも PayPay ペイペイが使えるみたいですが、まあ、ここもセルフレジを導入してるんですけども、スマホ決済がセルフレジで使えるか、ちょっと謎なところではあるので、まあ、ここからどうなるのかっていうのは、また9月にあ改めて検証してみたいなっていうふうに思います。そしてデメリットについて、次はメリットなんですけども、一つですね、買うものが少ないと秒で会計が済むということで、ちょっと持ってるんですけども、まあ、けど感覚としたら、本当1つや2つだけの購入をするときは、ほんと早く会計が終わるの のでセルフレジはそこに関してはすごく便利ですねなのでだいたい買うものが少ないときは進んでセルフレジに行くようにはしています え、ちょっと番外編なんですけども、まあ、最近ユニクロのレジを体験された方はいらっしゃいますかねあれめちゃめちゃすごくないですか簡単にどんなものかというと下に出てる通り、レジに購入する商品を上に載せたらパッとこう価格が表示されるんですよね。しかも3.4ってまとめておいてもパッとちゃんと価格が出てくるんですよ。ちょっとま、写真がないので申し訳ないんですけども、まあ、ググれば出てくると思うので、ぜひ見てみてください。あれめっちゃ便利ですよね。さすがにあのレジには感動しました。しかもセルフレジもその仕様になってますし、 店員さんが使うレジも同じ仕様になってたので、まあ、かなり効率が良くなりそうな気がしました。 まあ、ちなみに僕がいったユニクロではペイペイの決済をする際は店員さんがいる友人レジではないと対応してくれませんでした。まここまでお伝えした内容をちょっとまとめるとデメリットは時間がかかるそしてスマホ決済ができないということ。あとメリットは買うものが少ないと秒で会計が済むというこんな感じですね。まお店側からするとま人件費削減ということで効率が良くなる反面ま僕みたいな一消費者としての目線からするとやっぱりセルフレジにはちょっと慣れるまでちょっと時間がかかりそうな印象でした。そしてキャッシュレスがまどんどん する中で、まあ、スマホ決済が使えたららななおさら嬉しいなという感じですね例えばスーパーとかでもユリクロのような商品を置いたらすぐに価格が表示されるようなセルフレジを置いてくれたら結構面白そうな感じはしますけどまだまだ先の話にはなりそうな気がしましたまあぜひですね賛否両論あると思うんですけども友人レレジジやセルフレジ まあ最近ではローソンなども無人レジの実証実験も行われてるみたいなんですけどもまあ今この動画を見てくれてるリスナーさんも今回の動画で何か思うことなどがあれば下のコメント欄にぜひ書き込んでいってくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました